皆さんこんにちは。静岡県内の美味しいスイーツを紹介するこのコーナースイーツスイーツ、レポートするのはスイーツ大好き三島の誠司です。では早速行ってみましょう。レッツスイーツスイーツ。今回紹介するのは伊豆市修善寺にある一石庵。さあどんなスイーツに出会えるのかな。はい、というわけでこちら一石庵の原圭さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちら 目の前に見えているのは修善寺でよろしかったですか。はい、はい、こちらのお寺、はい、実は修善寺と発音します。修善寺なんですね。はい、参拝客の皆さんにとってはこちらに神所があるというのは嬉しいことですよね。一応それが売りで、参拝の前後に一石庵ということで、はい、なるほど。それでは早速その一石庵さんのおすすめスイーツをいただきたいと思います。はい、かしこまりました。はい、それではこちらが当店のおすすめ、はい、おしるこでございます。ありがとうございます。はい、ちょっと失礼します。はい、うわこれはお餅がこんがり、はい、焼きお餅が入ってますね。はい、こちらが一石庵おすすめスイーツのおしるこ。表面をこんがり焼いたお餅が2つ入った昔ながらのさっぱりとしたおしるこ。これからの季節、紅葉に染まった修善寺を眺めながらあったかい甘味で身も心もリラックスしてみてはいかがですか。美味しいですね。はい、その甘さも控えめで、はいはい、本当にちょっとこだわりを持ってやってるんですけど、まさに一石庵しるこということですね。一石庵しるこ、はいはい、修善寺ならではのおしるこだと思います。はいはい、すごいこうさっぱりとしているというか、はい、さらっと食べれるんですけれども、はい、ちょっととろみがあるのでより温まる感じがします。はい、こちらの小豆とかもこちらで炊いてらっしゃってるんですか。そうですね、北海道産の小豆なんですけど、はい、全て当店で、やっております。私の家内が一生懸命、そうなんですね、やっておりますので、ね、ですから、まあ、はい、無添加で、まあ、はい、安心安全ということで、はい、まあ、売りにしてるわけです。そうなんですね、原さんのおもてなしの、そうですね、これからの季節にぴったりな身も心も温まる一石庵さんのおしるこ、ぜひ皆さんもスイスイと足を運んで味わってみてはいかがでしょうか。修善寺の門前に位置する甘味処一石庵。伊豆の小京都修善寺散策の休憩所として大人気です。